久能塚佐久能塚佐昭和14年4月18日は、日本の陸軍軍人、最終階級は、陸軍中将、教育者、越前国丸岡藩士、久能県領の次男として、江戸藩邸で生まれる。藩校、同人者、陸軍幼年学校を経て、1882年に、陸軍主管学校を卒業し、同年12月25日、陸軍府表彰医に任官した。 この F 表連隊府、陸軍幼年学校府、陸軍士官学校教官、この F 表、第二旅団副官、不評第三十連隊大隊長、不評第二十六連隊大隊長、神戸連隊区司令官、不評第十連隊長,長、不評第三十九連隊長、陸軍中央幼年学校長を歴任し、その間に日清戦争、日露戦争に出征した。 1910年11月30日、陸軍少将に任じられ、不評第18旅団長、不評第19旅団長、臨時朝鮮派遣隊司令官を務めた。1915年3月12日、陸軍中将に任命されるとともに、予備役に編入された。1917年、社団法人日本体育会副会長に就任し、 日本体育会体操学校校長も兼ねた。また1918年からは財団法人帝国飛行協会理事、総務理事も務めた。ありがとうございます。